こんにちは。時刻はですね、12時、昼の12時ちょっと回ったところですね。こちらは奥羽本線、小井川駅に来ております。はい、そして駅の後ろなんですけれども、何やら湖がありますので、後でちょっと何なのか調べてみてます。まあ、八郎潟ではないと思うのでね、八郎潟って有名だと思いますが、車、軽自動車1台止まってるんで、ここに車を止めて出かけてる人がいるのでしょうか。あ、暑いですね。30度超えてます。でもちょっと今風吹いてて涼しいですね。で、なんとあのコガネムシが踏まれたのが潰れてるんですけども、そこにアリが群がってるという状態です。潰したのは私じゃありませんよ。来た時にはもうすでに潰れてましたから。で、待合室ですね、駅寝できますね。ちょうど1人分、しかも窓も開くんで、冬は閉めればいいし、夏は開けると涼しそうですね。これ風通しいいですよ。夏も泊まれそう。あ、これ夏ね、締め切りだと暑いでしょうけど、ここ窓開くんでいい待合室ですね。冬閉めればいい、夏開ければいいっていう感じで、ここ開いてますけど、一人分寝れますね。僕の荷物、寝袋も置いてますけど、料金表が、料金表じゃない、時刻表ですね。結構本数ありますね。青森方面 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、まあ1日か2本ぐらいで、奥羽本線の秋田方面も1時間2時間ぐらいに1本1時間半ぐらいに1本ありますね。割と来ますね。でですね、11時55分の秋田行きで来ました。で、12時21分の弘前行きに乗ろうかと言ってます。かす沢通過かす沢通過って書いてますぬかかかすじゃないぬか沢ですね。ぬか沢かな、ぬか沢通過ですねって書いてますね。あそこの駅昼止まんないんでしたっけ。あ、ね、通過多いんですよね。桂根なんかも通過多かったと思いますけど、ぬか沢も通過するような気がします。結構通過列車多いですよ。ぬか沢通過、ぬか沢通過、ぬか沢通過って結構書いてあるんで、割と通過するんですね。昼、朝と夕方ぐらい、桂根もそうでしたけどね。で、料金表今、小井川にいますから、秋田までもう少しですね。580円。東の城410円。大館、1140円ですね。だいたいこのぐらいのところにいます。それではちょっと外に出てみましょう。涼しいですね。30度超えてますけど、めちゃめちゃ風通しのいい街です。警察のバインダーはあるけど、駅ノートはない。巡回記録。で、乗車証明発行機もあるんで、ほや。ほう、どれどれ。小井川から乗りましたよというふうになるんですね、これで。いやー、7月29日で暑いですね。30度超えてます。さっきニュースで見てたんですけど、テレビね、東の城駅でちょっと待合室にいたんですけど、秋田県熱中症注意って書いてますけど、そりゃそうだよ、暑い。いや、これ飲み物があったら死ぬよ。いや、ほんと死んでる人いるからね。おじいちゃんおばあちゃん死んでますからね。小井川ですね。ちょっと風強いから、風の音が入るから。で、こっちがあれですね、秋田方面ですね。奥羽本線上りなんで、秋田新城方面に行けるわけです。で、これ2面式のホームなんで、ちょっと向こうにも行ってみましょう。風強いですね。小井川、左八郎潟、右角、あ、やっぱあの 駅の後ろ、あれ八郎潟なのかな。だって湖でかいもんね、八郎潟。あれ八郎潟なんでしょう、さっき映ったの。あと最後に来ますけど、なんでしょう、あれ、ようこそ橋本五郎文庫へって書いてますよ。なんだあれは。橋本五郎文庫へ、橋本五郎のふるさと、三種町、小井川。橋本五郎、すいません、わからないんで、後でウィキペディアですね、完全に。調べていきたいと思います。予習してくればよかったな。今回ちょっと予習しないで来たんで、ここの駅は。だから八郎方なんでしょうね、あれも。だから予習しないで来ちゃったから、知らないわけですよ。やっぱ予習してこないとダメです。あっつあっちめっちゃあっちいし、この何、この、あつこれなんていうの、歩道橋っていうの、渡り廊下じゃないけど、歩道橋、あつなんかめっちゃあつサウナ、うわ、もう汗でくしちゃう、もう俺、そりゃそうだよ。めちゃめちゃ虫の死骸あるんですけど、蝶々とかガとか、コガネムシが、そりゃそうだよ、ハチとか。こんな中にいたら死ぬって。あっめっちゃ、うお、もう汗が、あ、クラクラする。あっち
なんだこんなか。それそうだよ、こんな作りになってんだもん。ビニールハウス状態。あ、うわ、待って。なんか虫も来たけど。やべえ。うわ、おでこから汗が吹き出てる、もう。サウナ状態ですよ。なんだこの中。あっちぇ。危険ですね。もうこれ危険なレベルに達してますよ、この中。50度以上あるでしょ。絶対。はぁ、はぁ、あ、待つ。なんだ、今の。はぁ、暑すぎた。逆方面に来ましたけど。あ、くらくら、暑い。くらくらさん。こっち弘前方面ですね。青森方面。暑い。秋田方面。危険ですよ、あの中。雲もいますけど、逆来ました。今度は左角で右が八郎型になりますね。小川ですね。あれはまずいでしょ。今度逆側の待合室は、ちょっと駅にできない椅子になってますね。で、待合室両方あるのはありがたい。はぁ、ここはちょっとさっきよりは涼しいさんの歩道橋よりは、ひどかった。時刻表は同じですね。12時21分乗ると、ちょうど25分ぐらいの滞在で済むんで、効率いいですよね。で、反対側に乗ってちょっと違うとこ行ってみようと思います。ただ、また、あっちに戻らなきゃいけないんで。あー、そこ歩くのかよ。いや、さっきの、橋本五郎文庫は行ってとこ行きましたね。大丈夫かな？今、なんかそっち行って倒れそうになったけど、また行った時に倒れたらどうします？なんか、熱中症で倒れてる男性を発見しましたみたいになって、ね。じゃあ、ここなんで人が通らないので、なんか発見されるの遅くなって死んでたとかね。熱中症で死ぬのとね、熊に食われて死ぬのとどっちがいいんでしょうかね。まあ、熱中症の方が痛くなさそうですよね。熊は痛いでしょ。肉持ってかれますからね。あ、で、こっち自転車止まってますね。逆側に来ましたけど。まあ、通学でしょうか。高校生のシール。高校のシール貼ってますね。青いシール。で、軽自動車こっちにもあるんで、どうやら通っている人がいるようですね。2台ずつ、向こうにも1台、こっちにも1台止まってましたね。こっちは湖じゃない方なんで、ただ、なんか、採石場みたいな感じになってますけど。以上ですね。あそこ行きたくないな。以上、小井川駅でした。